ニスコーチチャンネル。どうもテニスコーチチャンネルの時間がやってまいりました。今日はですね、やっぱりストロークを打つ時のタイミングの取り方ですね、それの基本アップダウンアップを練習します。いつラケットアップしてそこからダウンまたアップするのか、このタイミングをやっていきます。これは意外と上級者でも難しい、できてない方多いです。これが逆にできるとどんな状況でも振り遅れが少なくなってきます。いつでもこのタイミングを頭に入れて練習をしていただけるといいと思いますので、ぜひ参考にしてください。それでは行ってみましょう。はい、実際ね、ネットの通過するときぐらいが一番ボールが高いわけです。そこから自分のコートに落ちてきて、またバウンドして上がっていくわけなんですけども、一番ボールが高いときはラケットも高くに準備してて OK です。ボールが床に落ちてきたらラケットも自然と下がってきて、そこからまた上に上がっていきます。アップは通過、ダウンは自分のコートにバウンドしたとき、そこからまたアップです。ボールの高さに合わせてラケットの高さも自然と変わっていく。これをやってみてください。じゃあ実際打ってみます。
多いと思うんですけども、ショートラリー、ミニラリーなんかをしている時もタイミングに重きを置くんであれば、弾んだ時には準備が完了している、これが大事です。頭の中でアップダウンアップ、これを唱えながらぜひ練習してみてください。結構ね、上級の方でも弾んでから弾いて振り遅れちゃう、ね、うまくフォロースが取れなかったり、自分が思ったところにコントロールできなかったりしてる方多いと思いますけども、どんなに速いボールやどんなにタイミングが上がってきても弾んだ時には準備を終わっておく、これができれば全部打ち返せるはずですので、ここをぜひ意識してやってみてください。それでは今日はここまで。楽しくテニスして世の中を明るくしよう。じゃあねー。